僕はですね、ピロコタンという名前でですね、こういった漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者。中学生ってほんとバカなんだよ、やっぱり。その頃ボンバーマンとか PC エンジンにはね、超兄貴っていうゲームが出てたわけ。超兄貴っていうマッチョマンが、なんかメンズビームって言って、白いね、白濁色のビームを出して、相手をやっつけるムキムキマッチョの超兄貴っていうゲームね、メサイアから出してたシューティングゲーム。その超兄貴のウェポン、オプションみたいな、主人公が飛んでんだけど、その弁天様が飛んでる横をね、アドンとサムソンっていう黒人マッチョがね、飛ぶの。そのアドンとサムソンの語源が、なんかホモ雑誌から来てるっていう、なのが、PC エンジン、マルカツ PC エンジンか、PC エンジンファンかなんかに載ってたんだよ。で、その、ホモ雑誌ってどんなんなんだろうなと思って、で、じゃあ今回負けたやつは、アドンとサムソン買ってくることにしようぜって言ってさ、なんかいろんな蓄積が、ポイントの蓄積みたいので、こう、ランク付けしていって、本当にポイントがダメだったやつが、罰ゲームとしてアドンとサムソンを買うっていうね、罰ゲーム企画が、その、学校の1学期ぐらいをかけてね、なんか行われてたんだよ。で、なんかその、T 君がね、その、ポイントがマックスまで溜まっちゃって、もう罰ゲームでアドンとサムソンを買うっていう、確定になっちゃったの。いや、壮大だよ、僕たち。これ僕が言い出しっぺじゃないからね。僕じゃない、もっとね、クズがね、そういうことをいちいち言い出して、だから僕もそれに乗ってるけど、僕はまあどうせ負けることないからいいかと思って、じゃあアドンとサムソン分かった分かったっつって。で、結局その T 君が溜まったら、あの、モテアータの青春書店の、もう今は亡きね、青春書店に売ってるから、あそこで売ってるから買ってこいよって絶対。そうじゃないとお前負けたのにずるいぞって言ったら、実はね、もう買ってきてるんだよって言って、あの、学校のロッカー開けたら、本当にアドンとサムソンじゃないな。サムソンがあって、アドンがなかったんだ。だから、仕方ないから、サムソンと、あとサブっていう。でもさ、中学生にさ、もうさ、めくったら、なんか本当に親父がさ、チンチン全開でさ、もうそのインパクトがすごく強すぎるんだよ、それって。アドンとサムソンじゃなくてサブ。サブはね、確かね、デブ親父のね、専門のホモ雑誌みたいな。だから、もう、強烈すぎて、なんか引いちゃったんだよね。しかもさ、今から買ってこいよってワクワクしてさ、買ってこい買ってこいって盛り上がってる時に、もう実は買ってきたんだよなって出してきたからさ、こいつなんか気持ち悪いなみたいになって、そう、ネタにもならないんだよ。で、そこでね、どうしようもなくなったその2冊を僕はね、どうしたと思う？僕が一応預かったんだけど、その時卒業間近だったんですよ。で、この2冊を、じゃあこうしよう。これは、この下貝塚中学校に伝わる伝説の宝として、僕がこの校舎に隠す。後世にね、伝えて、いつか10年後ぐらいに、サムソンとね、サブをね、見つけたね、後輩たちが、宝を見つけたように掲げたらさ、すごいいいじゃん。だから、大掃除の日にね、しかも一箇所に隠すんじゃないから。大事な部分に隠すんだけど、小さい、なんつうのかな、RPG のさ、メッセージとかでさ、まず最初に、自分のクラスのね、コンセントが壊れてたの？コンセントが壊れて、そこがこう穴になってたの？その穴の奥に紙を入れて、そこに南海の消火栓の右隅を見ようみたいに書いて、そういう手紙を校舎のいろんなところに隠したの。例えば木のさ、穴が開いてるところあるじゃん。木の穴のところにこう隠して、そしたら今度はここに行ったら、そう、絶対見つからないように。すごいでしょ、これ。僕のこの起点。で、それをさ、いつかさ、10年後ぐらいにさ、後輩が見つけた時のさ、もう、喜びと同時に見つけた袋の中を開けたらさ、その、ホモ雑誌が入ってるっていう、その、喜びを僕は、後輩に伝えたかったんだよ。で、本当にね、多分10箇所ぐらいをぐるーって回って、絶対に見つからないように、隠して、最終的にその場所がどこにあったかというと、自分たちの教室の、黒板の上のスピーカーの上に、薄く貼っといたんだよ。黒板の上のスピーカーあるじゃん。あそこってほんと盲点だから。スピーカーの上だから。そこに、こう、絶対に見えないように、こう貼っといて、いや、見つかりそうだと思ったでしょ。それが、隠した翌日にね、後輩が大掃除して、見つかっちゃいました。しかも、嘘だろって思ったんだよ。嘘だよ、見つかるはずないじゃんって。翌日なんだよ。嘘だって。
いや、どうせなら卒業してから見つかればまだわかんないのに、嘘だろって思って、で、いや、たまたま、なんかの表紙に見つかっちゃっただけで、手紙絶対あるはずだと思って、全部の場所探したの。手紙が全部なくなってんの。つまりは、だからもう全部の、最初のそのコンセントの穴のところから手紙を見つけて、全部持ってったんだろうね。すっごい難しいパズルだったのに。翌日、なんでそれを僕は気づいたかというと、その担任がね、僕を呼び出したんだよ。なぜか。なんで僕だって分かったのか知らないんだけど。なんて書いたんだっけな、僕っていう、僕が隠したっていうヒントみたいなの。横って書いたのかもしれないけど、で、女の担任の先生なんだけど、その、ホモ雑誌をね、2冊て机の上に置いて、私が教師をやってた人生の中で、一番ね、屈辱を味わったって言われたから。一番恥ずかしかった。